はい、こんにちは。スプレーアートエデンの梅ちゃんです。半袖だけどね、お正月ですね。お正月だからメロちゃんにスーパーでお正月っぽいものを買ってきてもらいます。メロちゃんが使っていいのは1000円 OK です。ニューギアのお正月っぽいのもの、そう、日本ってお正月ってこれじゃねえみたいな、これじゃねえみたいな。 OK OK。 あったなんかあった。あ、これお正月って書いてあるよね。え、お正月って書いてあるよね。違う、お正月って書いてある。お正月、あ、これは何だろう。何これ、人形みたい。これは何か分かりませんが、うん、321円。これ違うな。えネズミ、あ、ネズミ、ネズミだ、ネズミ。お正月といえばこれです。まあ、お正月っぽいのものを買ってきてって頼まれた、うん、ゴールドが入ってるぜ。新しい年にもお金持ちになれって。正月だと食べ物でしょ、寒いから買えるでしょ。これはおしみ、たたーん、なにこれ。2020年2022年って書いてある。2020年。これもわかりません。でも正月コーナーに置いてある。じじじじゃーん、あー、それ、それはプレゼント。なになになに、なにこれ。 LINE、 わかりません。でも可愛いからあげる。あ、いらない、いらない。いやいや、1000円だけもうオーバーしてるし、まだ買ってるでしょ、隠してるでしょ。なんかわかるの。納豆、納豆、普通の買い物じゃん。もう沖縄といえば、沖縄といえば、あ、そば、年越しそば、そば、刺身、おお、スイカ、あ、ベロちゃん大好きなスイカじゃん。大好きなスイカ。ベロちゃんのお正月はこんな感じなんですね。こんな感じです。すごいですね、1000円が4000円になっちゃいましたね。金銭感覚がやばいですね。やばい。ちょっとだけ、ちょっとね、だけ。はい、ということで、楽しいと思ったら、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントもシェアもよろしくお願いします。はい、じゃねー。